皆さん、こんにちは。素晴らしいニュースがあります。私たちは間もなく新地球に入ることになります。その存在は銀河連邦によって確認されています。新地球とは、現在私たちが生活している古い地球と同じ空間に存在していますが、その位置はより高次元のレベルに存在するというものです。つまり、私たちが普段感じている3次元の世界とは別の次元、それが新地球です。その次元は、私たちが常に影響を受け合っている古い地球のエネルギーとは異なるもので、この2つの地球のエネルギーが相互に影響し合うことで、最終的には全人類が新地球へと移行することとなります。この移行に伴い、私たちの意識もまたより高いレベルへと昇進し、これまで以上の認識と精神的発展を遂げることとなるのです。そんな新地球では具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。新地球というのは、今あなたが知っているような実際の物理的な惑星ではなく、私たちが生活している3次元の世界の上に存在する次元、つまり5次元と呼ばれる次元での生活を指します。現在私たちはまだ闇の支配下にある古い地球で生活していますが、新地球ではそのすべてが光によって支配される世界なのです。私たちはこのメッセージを通じて、具体的に古い地球と新地球がどのように違うのかを皆さんに説明したいと思います。古い地球と新地球の主な違いは、私たちが有している体の基礎が何であるかという点にあります。現在の古い地球では、私たちは炭素ベースの体を持っています。しかし、新地球ではそれが結晶ベースの体になります。この炭素ベースから結晶ベースの DNA への移行は、人類進化の量子的飛躍と説明されています。つまり、人類は永遠の生命、すなわち節を手に入れることになるのです。この過渡期のプロセスはすでに始まっており、これからも続くでしょう。この未知なる旅が私たちすべてをどのような未来へと導くのか、一緒に見ていきましょう。この移行期間中、私たちが今まで持っていた炭素ベースの体は、徐々に結晶ベースの光の体へと変容していくのです。この光の体とは、地球の集合意識フィールド内に浮かび上がってくる新しい結晶ネットワークの具現化ともいえます。ですから、それは霊的な存在や精神的な存在ではなく、物理的な形を持つものです。この光の体は現在の体と同様に物理的に存在しますが、より洗練された物質、エネルギーマトリクスからなり、それが私たちの真の自己、時間と空間を超越した多次元の永遠の本質の共振周波数によって微調整されています。この過程は、宇宙の引き寄せの法則によって進行します。あなたの意識は新たな結晶の形へと引き寄せられ、すでにこの移行を経験した人々と再び一体となり、新地球の創造を共に進めていくのです。霊的な成長を進めるにつれて、瞑想や肯定的な思考、視覚化の技術を通じて、自身の心と体に必要なエネルギーの設計図を作り上げることが可能となります。これにより、意識がより高い次元へと昇進し、新たな結晶の形へと引き寄せられるのです。現在、私たちは自分自身の魂や精神についての認識を失っています。それは、まるで死体のように、真の自己を見失ってしまっているからです。古代の節の秘密を忘れてしまった私たちですが、新地球へと到達するとき、再びその知識を得て、節の存在へと変わることでしょう。新たな世界への旅立ちが、私たち自身の再発見と再認識へとつながるのです。新地球はまさに楽園のような場所といえます。そしてその一番の特徴は、死が存在しないということです。そう、新地球では死は存在しません。それはあらゆる生命体が永遠の存在となり、物理的な制約や病気、老いから解放されるからです。新地球では、
私たちがこれまでに経験してきたような性の分離もなくなります。古い地球では男性と女性のエネルギーが分離して存在し、その分離が日常生活の多くの問題を引き起こしてきました。それが競争や対立、分断といった形で現れ、社会全体に影響を与えてきました。しかし新地球ではそのような分離は存在せず、そこには一体性だけが存在します。したがって一つの性別、すなわち男性性と女性性のエネルギーが結合した一体の存在が誕生します。それは事実です。古い地球は時間の終わりに近づいています。そして新地球は創造の過程にあります。古い地球には戦争、テロ、自然災害、貧困、失業、病気などあらゆる問題が存在しました。それらは人々の生活を困難にし、不安や恐怖を生み出しました。しかしそれらの問題は新地球には存在しません。新地球は平和と幸せがあふれ、すべての存在が互いを愛し尊重し合う場所となります。この新地球は全能の神によって創造され、私たちは消化を通じて新地球に移されることとなります。消化とは、私たちの意識と霊性が次の次元へと進化し、新たな存在へと生まれ変わるプロセスを指します。私たちは全能の神が私たちに提供してくれる愛と光の中で、この新たな存在としての旅を始めるのです。皆さん、全能の神が新地球を創造するために手間暇を惜しまず準備を進めているのは、その日が来た時に私たちが全ての面で、つまり物理的に、感情的に、そして精神的に新地球への移行をスムーズに行えるようにするためです。その日が来た時には後戻りすることはできません。それは新たな存在への昇進、または意識の進化とも言えます。だからこそ自己の内面と外面を見つめ直し、全能の神の愛と光に準じた存在へと進化するための準備を進めていくことが重要となります。この間、地球上の出来事は急速に変化し続けています。これらの変化は光が闇を貫き、新たな時代の幕開けを告げる大きな波動のように感じられています。そして何か大きなことが起ころうとしているという予感を持つ人々が増えてきました。しかし一体何が起こるのでしょうか。そしてそれは私たちにどのように影響を及ぼすのでしょうか。この点についてさらに詳しく掘り下げて議論してみましょう。古い地球では私たちの存在は二元性または分離状態にありました。つまり私たちは善と悪、光と闇、男性と女性などの2つの相反する要素が互いに対立する世界に生きてきました。その結果、勝者と敗者が常に存在しなければならないという思考パターンが形成され、それが競争と対立を生み出してきました。しかし新地球ではこの二元性は存在せず、すべてが一体性で結びついています。一体性は二元性を排除し、すべてが互いにつながり合っている一つの大きな存在であるという視点を持ちます。これは二元性が作り出す勝者と敗者の区別を取り払い、すべてが一つであるという認識をもたらします。二元性とは明るい側と暗い側が互いに対立することを意味します。しかし新地球ではこれら二つの側面が再び結合し、すべてが一つとなるという一体性の世界が展開します。これは今私たちが経験している世界とは大きく異なる新しい現実となるでしょう。新地球ではあらゆる形の身体的な痛みからの解放に重点が置かれます。これは人間の肉体だけでなく、動物や植物、そして驚くかもしれませんが、通常私たちが害虫とみなし駆除すべきと考えがちな昆虫たちにも及ぶでしょう。新地球の理念は全ての生命体が平等に生き生きと存在できるところにあります。さらに新地球は人々が神と深く交わり、
常に神の存在を感じることができる場所となります。それは人々だけでなく、すべての生命体が神の一部であり、神の愛と光によって生きているという認識が地球全体を満たすでしょう。それは文字通りすべてが神聖で、あらゆる存在が神の存在で生き生きとしている世界となります。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと共にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。エイホ、銀河連合大使、オーロラ・レイ。Thank you.